はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略、今回はね、竜の試練一級試験ね、やっていきましょう。はい、第2弾、あ、最後あれだ、まだあと3つあるんだ。じゃあこれが2級だよな。2級1級特級ってあるのかな。来た、飛来神がまた来ましたね。さあ2級が千人見習い飛来神、今度は3体に分身して戦うつもり。なるほど、千人見習い飛来神は必殺技に反撃、与えた効果も無効化、フィーバー時間を短くしてくる。フィーバー時間吸収じゃなくて短くしてくるか。これ3体必殺とか使うのかな。でもバタンキューは使えないのね。今回バリアを作る妖怪が一緒に、これまたあれですね、バリアがあるじゃダメージを与えることができない。バリアを作る妖怪を全て倒してバリアを壊すのだ。全体攻撃、そうだね、全体攻撃を使って一気に倒すのも効果的ということでね、やっていきましょう。効果無効なんだな。一定時間で復活するから注意してくれっていうね。いきましょう、飛来神2。はい、そしたらとりあえず何も考えず行ってみましょう。どうなんだろうな、とりあえず勇ましいメンバーで来たんだけど、全体攻撃、そうだ全体攻撃だの忘れてた。13000、なるほど、一応この剣王とか、そんなにダメージ来ないかな、普通に。あ、短剣だった、忘れてた。あ、やべえ、間違えた。これでどうなる。そう、これがそもそも全体だった。あ、間違えた順番、もうやだ、これの次にあれだったのに。もう負けだな。あ、こんな感じで復活してくるのね。はい、ちょっと分かった、ちょっと一回、あ、そっか、マップに戻る。まあ、別に負けてもいいのか。あ、そっか、いちいちやり直した。これだからそんなに枚数いらねえよな。だから今回のあれだよな、横取りの優勝、横取りというかトーナメント優勝、おいしくないな。さあ行きましょう。フィーバーの時にとにかく打ちまくれ。これで大量消し。あ、そっか、フィーバーになる前に倒しといた方が良かったんだ。失敗したな。なんか難しいな。どうやって倒すんだろう。もう現れてきちゃった。もう来た。よりによっていなくなってから大量消し。あ、全体攻撃が。あ、どうしたらいいんだろう。あ、また出てきちゃった。なんか早いな、復活早いな。全体攻撃のやつはもっと連れてこないとダメだな。なるほど、全体攻撃キャラをもっと入れましょうって感じか。あ、そっか、負けちゃった。いかん。はい、じゃあ行きましょう。今回もまた大量消し軍団で行きます。さあ、結局、アモロさんだよ。アモロさんスタートして、
で、ここで安室さんをもう一回やって、で、この間にイザナが溜まるから、あ、イザナ溜まんね、あー、畜生ずれたぜ、予定が。これでちょっとタイムラグで出てきてしまう。よし、これでいける。これでまたイザナ打って安室さんで、マリンで安室さん、イザナで、これで勝った。なんと一応真ん中エレンでね、何気なく種族国アップはいた方がいいみたいですね。はい、やっと2級もクリアしましたね。私でも2級いけた。イザナちょっと今ねレベル上げねやってるんで、はい、というわけで2級もクリアできました。私にしてはナイスですね。一応コラボキャラばっかりって感じで、コラボキャラばっかりっていうか、みんなコラボキャラですね。もう私はコラボしか、おはじきしか基本的にクリアできてないので、はい。でもマリンがね良かったですね。溜まった状態スタートの、はい、技ゲージ少し残るで、であとこのジバニャンマリンがね、これも溜まった状態スタートで、さらにね自分以外使った時に技ゲージ溜まるんで、まあ、みんなが使ってるうちに技ゲージ溜まる。これもね限界突破10まで頑張った甲斐がありましたね。そうだよ、10突頑張ったんだ。でエレンがね、あの種族効果アップ、不気味に種族効果アップ要因で連れてきました。で安室さんがね技ゲージ少し残ると、あと溜まった状態スタートです、相手にねダメージ食らう前に必殺スタートみたいなね、それが切れると。でイラザも10突しといたんで、はい、10突していた2体がねこんなに役に立ってくれて嬉しいですね。これねデカプに降ってくるがあるので、まあ大量消しやってればね必殺技が溜まって、さらにねデカプに4つ作るで、はい、他のねアシストになったっていう感じですね。一応復活スキルもあるということで、はい、という感じでなんとかね2級もクリアできたんで、次はね1級頑張ってやっていきたいと思います。はい、じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。手持ちの妖怪って結構強いんだね。使い方を分かってなかったような気がしております。不気味が前回のイザナのおかげで強くなりましたね。この子いるからイザナいいと思ってたんですけど、イザナ強いなやっぱな。はい、ゲットできてありがとうという感じでした前回ね。